トゥルク中央駅はフィンランドトゥルクシセブン地区にあるターミナル駅である。VR グループの列車によってヘルシンキやヨエンス方面と結ばれている。トゥルク中央駅は年間約100万人に利用されている。1876年にトゥルクとタンペレを結ぶ新鉄道の開業と同時に開業した。開業式にはロシアのツアーリとなるアレクサンドル3世も出席した。 運行開始当初は、タンペレトトイアラ方面への運行のみで鉄道としての役割は小さかった。1938年に初代の駅舎は解体され、より新しい現代的な駅舎が建築された。ヘルシンキとヨ予援数へ向かう二つの幹線鉄道に、加えてナーンタリとウーシカウプンキへの旅客輸送も扱うようになった。ナーンタリとウーシカウプンキへの鉄道は、 現在旅客輸送は行われていないが、貨物船として使用されている。近い将来、博物館鉄道かローカル鉄道として旅客輸送を復活させる構想もある。ヘルシンキ中央駅とは異なり、中心街での突出したランドマークとはならず、トゥルク中央駅は周りの建物に隠れて溶け込んでいるため、トゥルク市民でない旅行者などは駅の方向を見つけが得意。ありがとうございます。